よう、また会ったな、領事。残念だけど、君たちの選択だ。当然でしょ。当然か。ニュクスを止めるのは不可能なのにね。行くだけ行くさ。全てはそこからだ。不可能と言ってるのはお前だけだしな。今の時点で可能性がなくても別にいい。わかったよ。もうすぐ0時だ。時間がないから手短に話そう。これからニュクスに会う方法を教えるよ。場所はタルタロスの頂上だ。約束の日にあの塔の頂上にたどり着けばいい。約束の日って？明日から数えてちょうど1ヶ月、2010年1月31日タルタロスにニュクスが降りる。世界の終わる日だ。1ヶ月。タルタロスとは闇の夜空へとうがたれた巨大な大穴。ニュクスを導く目印。宣告者が現れることでニュクスは全てが整ったことを知り、そこへと降り立つ。そして滅びは訪れる。だから滅びの塔か。とにかく頂上へたどり着けばニュクスと戦えるんだな。そう。でもいいかい、これから始まる日々は君たちにとって無限の絶望との戦いになる。前にも言ったけど、ニュクスは決して倒せない。ニュクスと直に向かい合った時、それがなぜだか絶対的にわかるだろう。君たちはそこで自分が何に立ち向かおうとしていたのかを思い知ることになる。覚悟の上さ、そう何度も言わなくていい。1ヶ月後の1月31日だな。覚えておく。じゃあ僕は先に行くよ。君たちとはこの姿であるうちに別れたいから。領地くん。アイギス、ごめん。君にもひどく辛い思いをさせてしまった。私、忘れませんから。あなたは敵であり、そして友達だったこと。アイギス。ありがとう。こんな風に会えるのは、もうこれが最後だと思う。でも君たちのことは、ずっと見ているよ。それじゃあ、さよなら。良いお年をって言うんでしょ。年の瀬はさ、じゃあね。あいつ。1ヶ月後の1月31日か。行こう、みんなで。我は汝、汝は我。汝、ついに真実の絆を得たり。ここに愚者の力がその才能を開かれたり。今こそ我ら汝に与え、愚者の究極なる力、汝がうちに満たされんことを。我は汝、汝は我。汝、新たなる絆を見出したり。汝、審判のペルソナを生み出せしとき、我らさらなる力の祝福を与え。
よし。よし。
た。我は汝、汝は我、汝ついに真実の絆を得たる。ここに審判の力はその才能を開かれたり、今こそ我ら汝に与え審判の究極なる力、汝がうちに満たされんことを。